ぱりルルド先生には到底叶えません。この圧倒的画力。もう靴舐めろじゃ。どうしたんすか、いきなり。靴舐めろって言ってんの。靴舐めろっつってんのと。どうしよう、なんかいきなり出てきましたね、なんか。あ、ごめん。ちょ、S が。ルルド節出てきましたね。S が出てきちゃった今。2時間経ってようやく出てきました、ルルド節の部分が。やめろよ、普段からそんなこと言ってると思われるでしょ。いや、そんな感じじゃん、普段。いや、言ってないよ。そんないじめてないでしょ、君のこと。いや、もっと可愛がってあげてるじゃない。そうっすね。え、それほっぺどうやって塗ったのそれ。え、このぼやけ感何？どうやって出した？あ、なんかこのさ、うん、ペンのサイズを変えるやつの下にさ、はいはい、あ、パーセント、濃度、うん、何パーこれ？ 10% ぐらいでこう、バーって。あ、そんな？ 10%？ え、ブラシは大きめ？いや、わかんない。お、隠すね。隠すね。いや、隠す。企業秘密ってやつかな。適当だった。これ覚えてない。マジ適当にやったから、これ。成長もよりたい。10%で。ちょっとピンクすぎたの、ちょっとこれ。ピンクすぎた。もうちょっと。ちょっとピンクすぎるこれね。むずいよ。ならん。どうやってやったんだ、それ。ずるいぞ。どうやってやったんだろう。真似できんぞ、それ。これはまあ、じゃあ、後で。うん。あ、後で。え？ベッド？ベッドで話すから。なんすか？なんすか、ちょっと、やめてください。船長と、ルルド先生がレズカップルだと思われちゃうじゃないですか。違ったかい。あ、ごめん、はあ。まだ放送してたんだった。ちょ、やめろよ。やめろ、ガチっぽさ出すなよ。違うだろ。ごめんごめん。ちょっともう終わったかなって。ああ。うん。終わってないっすよ、まだ。